皆さんこんにちは。こんにちは。いや、こんばんは。こんばんは。大輝です。どうだよ。今日は事務所の懇親会があるので、懇親会の様子をお届けしたいと思います。すごいライティングが残念ですけど、こう顔を上げた方がいいかもね、結構。すごい、これ。こうしたらいいじゃん。どう？今日はね、まあ、来れない子たちもいるけど、だいたい多分30人くらい集まるかな。結構来るね。はい。皆さんにご紹介させてね。じゃあ、はい、今日は宮下パークの目の前にあるディーゼルの隣にあるグロリアスチンカフェをお借りして懇親会をしております。おしゃれなカフェなので皆さんぜひ来てください。すごい美味しい。元食べよう。さっきご飯食べて出てきたばっかなのに。若返ったね、タツヤ。若返った。髪切って。あ、おはようございます。おはようございます。皆さんちょっと慣れてなくてすいません。本当にもう食べて飲んで楽しんでください。はい、乾杯。短くていいね。よかったです。疲れなんかよくわかんないんですけど、ノアさんが急に撮影タイム、なんで撮影タイムしてんだろうね。はい、それでは皆さんに一人ずつ今年の目標を宣言してもらおうと思います。でも今年じゃなくても、もっともっとこれからのモデルの決意表明だったり、もっと大きく捉えて大丈夫です。今年だけじゃなくても。で、早いもの順で言いたい人から言ってもらって、歩きたい人はここにランウェイがあるみたいなので、歩いてもらってもいいし。はい、はい、1番手。早い方がいいよ、これは。S に、ドット、リョータ、RYOTA、ドットです。私は年末に海外行くって決めたんで。お、行きます。はい、年末から海外行く。そうですね、年末に旅行。はい、ありがとう。私の目標は常に自信を持つことです。で、自信を持つために常に努力することが。4月から7月まで海外ちょっと全世界一緒に行ってて、結構いろんなものを学ばせてもらって、また11月にこのミラノに事務所探しに行くので、来年のファッションウィークで歩けるように、今からいろんな準備をして頑張っていきたいなと思ってます。僕はつい最近ヘアカラーをブロンズにして、メイクさんとか前のさんにお願いして変えさせてもらって、で来年は韓国が行きたいので、それに向かって本当です。ランウェイいっぱい歩きたいのと、今床屋の勉強してるんですけど、その勉強も頑張りたいです。はじめまして、ケンです。今日はやっぱりカルチャーを作りたい。ケンの真似して、なんかケンが服着てるから私も着たいみたいな、どんどん発信していくので、皆さんよろしくお願いします。先日事務所でも話して、12月あたりからヨーロッパ行こうと思って自分も思ってるんで、 S にも負けないし、しんのすけくんにも負けないし、健信にも負けないです。よろしくお願いします。あ、坊主つながりで一応金髪坊主なんですけど、自分も海外行けるよう頑張りたいと思います。よろしくお願いします。大輝って言います。この方が2人いるんですけど、まあ、3人です。 YouTube とかやってて、それとは全く関係なくて、今日まあちょっと自分結婚式があって、すごい幸せな気持ちになったので、まあ、今まであえてちょっと彼女を探してなかったんです。新しい、新しい。結婚したいなって今年の目標じゃないですけど、まあちょっとそれもあるし、まあなんかちょっと YouTube とか頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。芝居を頑張りたくて上京して2年が経ちました。まだまだちょっと未熟なんですけど、今後いろんなちょっとメディア、ネットフリックスとかも有名なので、そういう媒体で映像に出れるように頑張りたいと思います。
今年は海外でたくさん歩けるように頑張っていきたいなと思ってますので、みんなで一緒に一歩ずつ頑張っていきましょう。よろしくお願いします。1ヶ月経たないぐらいで入ったばっかりなんですけど、お仕事をして楽しくハートフェルにやれたらいいかなって思ってます。よろしくお願いします。今年はもっとつけて海外もたくさん歩いて事務所も決めて、もっと事務所の一番なんか先駆けっていうか、まあ、みんなついてきてみたいな感じでいろんな存在になれればいいなと思って期待してます。よろしくお願いします。自分は一つの部類じゃなくていろいろな系統で活躍できるように今年頑張るのでよろしくお願いします。今年は初めてのランウェイを知ってたんですけど、エルベスです。エルベスは素晴らしい。これからもいろんなオーディションとかチャレンジして、たくさんの州を歩きたいです。とりあえず今年は大学院に入れるように行こうと思います。ブランドの PR だったりっていうのを始めたりしたんですけど、モデルの仕事も含めそれ以外の面でもこうなんかこうみんなに応援されるような人間になれるように頑張っていけたらなと思います。目標はまず来年頭には EP 出して、うん、来年サマソニー出たいなってすごい思ってます。いろんなブランドとのコラボとかショーとかも歩きたいなと思ってます。よろしくお願いします。僕の今年の目標は中国案件で中国とお仕事することです。皆さん日々モデルとしてのクオリティとアーティストとあと活動のクオリティを上げてください。これは本当にお願いします。みんなでイケてる事務所になりましょう。はい、お願いします。阿部と言います。本業はちょっと別にサラリーマンやっちゃってるんで、ほぼほぼなんかちょっとお手伝いぐらいしかできてないんですけど、まあ一応もともと芸能事務所でマネージャーをやってた期間があるので、やはり芸能活動みたいなところで何かしら経験を皆さんに還元できると思ってるので、みんなが働きやすい環境を作れるように頑張れればなと思ってます。目標も私はいいんじゃない。いやこんにちは、ノアです。私の目標はとりあえずね、お金を儲かってこうやってみんなでご飯とか、うん、いろんなことができればなと思ってます。みんなで頑張っていきましょう。グローバルな活動はもちろん今後も続けていきたいんですけど、自分の作品はもちろん作っていきつつ、ちゃんと LGBTQ の、方々にこうちょっと支援とかしていただけるような活動ができればなと思ってます。他の事務所なんですけどいつも本当に雰囲気はちょっとエブリエの話ばっかりで、モデルちゃんたちの話ばっかりで、こういうアットホームな会社ってそんなにないので、本当に多分親身になって社長と直接ここまで近い事務所ってそんなにないと思うので、まあ多分大輝とノアの活動を見て多分ちょっと入ってる人が多いと思うんですけど、いつもみんなのことを考えてるので、なんか大輝に、ついてきてほしいなって思います。本当にいい社長だし、いいモデルの先輩でもあると思うので、なんかね、素晴らしいメンバーでなんか幸せだと思います。頑張ってください。ありがとう。海外で目標は、まあ、売れる、頑張る。で、あとは大人チームでもちょっと制作とか関わってるから、まあ、モデルの子たちも自分がなんか協力できることでなんか活躍できる場とかをちょっとでも作れたらなと思ってます。ブレの態度です。何から話したらいいかなとずっと考えてたんですけど、結局今の今までまとまらなくて、多分一人一人なんか、まあ、みんな違うから一人一人ともっと話したいなって思ってます。なのでもっともっとコミュニケーション濃い話をしていきたいなと思ったので、
ぜひ事務所に遊びに来てください。とにかく自分自身のことをまず考えてくれて、考えてもらって、自分たちはもう協力的にサポートするので、絶対みんなが輝いて人生にしたいので、いい事務所にしています。一人一人が輝くのをすごく楽しみにしています。マジにもっといっぱい喋りたいから、なんか多分遠慮してる子たちもいると思うんですけど、遠慮しなくていいのでやるだけやっていきましょう。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。入る？入る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 。ありがとうございました。すいません、ごちそうさまでした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。懇親会終わって次二次会行きます。はい、懇親会が終わりました。近くにもアリスエマエコさんのコメントに涙がうるっときました。嘘でしょ知らなかったんだけど。しちゃいましたけど、頑張りたいと思います。これからあ、じゃあ乗ろう乗ろう乗ろう。